はい、どうもこんにちは、ケンユウです。今日は11月16日ですね。アボカドの取り木をやっていきたいと思います。それでは作業の様子をどうぞ。はい、取り木なんですけれども、一応枝元の部分ですねやりたいと思います。で、ちょっとねこれ人差し指大くらいなんですけれども、まあ、それよりも太いものとかですね、まあ、このくらいの細いものとか、まあ、いろいろ試して、どのぐらい成功するのかっていうのをですねやっていきたいと思います。枝元にやりすぎるとですね、ちょっとビニールを巻いた時に巻きづらいっていうのがあるので、ちょっとねビニールを縛るところの、まあ、余白を持たせて、大体このぐらいですね、やっていきたいと思います。はい。で、環状白皮はですね、まあ、こうぐるっとナイフを入れまして一周ですね。で、形成層部分をね出せば、いいと思うんですけれども、まあ、それをですねやるために一回、ここにですね切り込みを入れまして、はい、うん、見えるかな、はい、こういう感じですね。切り込みを入れまして、で、ここですね、ここから真ん中に1本線を入れて、はい、で、ハグという感じです。よいしょ。で、一応綺麗にパカッて向けはするんですけれども、これどうなんだろうな、向きすぎかなという感じもあるんですけど、連部ではねこれでいけましたね。はい。で、アボカドもねこれでいけると思います。はい。このねこのぐらいもう豪快に向いちゃってもいけると思います。で、発根はですね形成層の付近からカルスから、形成されて出てくるので、この辺からですねカルスが生まれて、ここから根っこがわーっと出てきます。ここからは出てこないですね。この中心部から出てこないんですけれども、この際の部分ですね、から出てきます。なのでなんか気持ち、ちょっとだけ削いであげて、見る方がですねちょっとなんか出てくるのかなという感じもあります。はい。うん。まあ、これはですねあまりやらなくても変わらないとは思うんですけれども、まあ、ちょっと気持ちねやっときます。ちょっと見えづらいな。はい。ここね削いでおきます、少しだけ。うん。これで、はい、これでいいと思います。よし、もうちょい削いでおくか。はい、こんな感じね。うん。はい。で、次にこれ水苔ですけれども、水苔はですね今水に浸しているんですけれども、この水浸しの状態だと良くないので、ギュッと絞ります。ギュッと絞って、水気をある程度切ってからですね使います。はい。で、その理由はですねやっぱり、水がびちょびちょしていたらですね根っこが、伸びにくいんですね。はい。根っこはですねやっぱり、乾いているタイミングで、伸びます。はい。発根が促進されます。なのである程度ね、この水苔も水分を切ってギュッと切ってあげて、で切って、うん、だいたい、これですね切ってふわーってするぐらいですね。はい。もう だいぶ水気がなくなったと思うんですけれども、ちょっと湿ってるぐらいでいいです。で、置いてあげて、あとはですねこうぐるぐるっと巻いていく、そんな感じになります。こうですね。で、今僕はですねこれビニール袋を使っております。はい。普通のね100均のビニール袋ですね。はい。透明のビニール袋です。これを使ってあげて、こうですね。で、こっちとこっちガムテープで、巻きます。こっちとこっちですね。はい。ほい。しっかりですね強めに、巻いてください。しっかり巻いて、うん、しっかり巻いてあげてください。ここも、はい、しっかり巻いてあげてください。感じですね。よいしょ。で、昔真っ黒いやつ使っていたんですけれども、真っ黒いやつってねこの発根が見えにくいんですね。なので、一応今回一回ビニールでやって、その上から、もう一回黒いですねビニールを巻きます。はい。こうやって、やっぱりですね発根するときはですね、暗闇の方が、そういった組織が、動きやすいので、日の光をですねある程度遮ってあげます。はい。こうですね。うん。これで
とはもうまた再度ガムテープで、そしたらですねこの黒いビニールを取った時に、発根ができているかどうかっていうのがの確認がですねすぐできるので、まあこういうふうにですね2段でやっております。で発根がうまく完成したら、ここからですね切り落としてまた新しい植物体、まあ、として、活用したらいいと思います。ほいほいはい、できました。アボカドの取り木の様子ですね。今回9本ですねやりました。こことあとはここですね、2で、あと下に3ですね。はい、でこの木がですね割と結構たくさんやって、あ、はい、ここもやりましたし、あとここもやりました。で、あとこれですね、ここも1個やってます。で、あとピンカートンとですね、ピンカートンも上の方1つやったんですけれども、ちょっと見に行きましょうか。あ、三脚がありますね。はい、こっちですね、やって、あと下か、はい、ここもやってます。で、あと上の方かな、うん。で、西インド諸島系が8本で、このグアテマラ系が1本ですね。はい、ちょっと虫に結構やられてますけど、こっちやってます。はい、これがどうなるかですけれども、ちょっとね、また様子を見ていきたいと思います。いかがだったでしょうか、取り木の、様子でした。僕の友人がですね、取り木成功して、発根できてですね、まあ、鉢上げまで、やっている方がおりまして、でその方が、まあ、こういうことができるよということで、今回教えてもらって、僕も実際にですね、試しております。取り木の方もですね、まあ、今回やっているんですけれども、実は挿し木もですね、まあ、以前やっておりまして、こちらですね、発根が確認されたんだけれども、まあ、1本はですね、発根後に、すぐ枯れてしまったという、ね、まあ、苦い思い出があります。もう1本はですね、まだ元気に生きているんですけれども、まあ、取り木、挿し木はですね、50本ぐらいやって1本ぐらいしかね、今生き残りがいないです。で、取り木の方はね、まあ、どうなるのかちょっとわからないですけれども、また様子を見て、ですね、まあ、経過報告していきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。取り木のメカニズムはですね、チャンネルの右側にありますので、ぜひご覧ください。ということで、バイバイ。